沼エラビルは、エラビルか、エラビル属の動物の一種である。日本や中国大陸のチャンスウウ、湖北省に分布し、亀の首や手足に寄生する。かつては和名を、シナエラビルとしていた。体は、頸部と胴部にはっきり区別できる。体の側面から突出する11体の棒状のエラを持つのが大きな特徴。体長は十から十五ミリメートルで、主たる部分は、 灰色、吸盤と頸部は無色。全吸盤は小さくて第一から第三大節を占める。口はその中央より前に開く。五吸盤は大きく、皿状で、胴体の幅にほぼ等しい。肛門はその背面にある。胴体にある、体幹には、大小の差があり、大小一つずつの組で一つの大節をなす。エラはその側方から生じ、基部で二つに分かれ、 その先で4から7の細い糸状に分かれる。第2体完全縁の中央近くに1体の目がある。死有の生殖孔は、頸部覆面孔団にあり、両者は体幹一つ分だけ離れて開く。炭水産のカメ類の外部寄生虫として生息する。日本では、日本イシガメと草メの2種が宿主となる。全国的な調査が行われた際には、 同所的に生息する多種についても調べられたが、発見されなかった。その後、ミシシッピ赤耳ミミガメに寄生しているのも、発見されたが、この際に、乱海は発見されなかった。島根県で採集された例では、当初は、廃校の上にいるのが確認されたが、精査するとその他に、頭部の眼下、くちばし付近の口腔内、首と前足の間の柔らかい皮膚、 前足後方部から発見された。他の観察例でも、廃校以外に、種として、廃校の下側の柔らかな皮膚の部分から、よく発見されている。また、廃校などに卵塊が付着しているのが観察されている。この類の別種では、宿主上に、全生活史にわたって生活することが知られているので、この種もそうであると考えられる。中国と日本に分布する。最初に、 中国揚子港で発見され、模式産地は、湖北省、武省、岡浅次郎が新種として記載した。その後日本でも発見され、には日本の分布として、本州中部とのみ記されている。その後、より広範囲に調査が行われた結果、東は千葉県、石川県から、西は山口県まで生息が確認された。また四国では、 北部で生息が確認できたが、九州と南西諸島からは発見されていない。また、淡水産の亀の外部寄生者として類似の別種も確認されていない。2014年にこの昼が飛び抜けた低温体制を持つことが分かった。発見のきっかけになったのは、摂氏80度で半年間も冷凍保存していた草亀を解凍したところ、その背中にいた このヒルが動き出したのが見つかったことであった。このことからこのヒルを含む7種のヒルについて摂氏90度、摂氏196度で24時間凍結する実験をしたところ、本種の実はどちらの温度でも生き延びたのに対して、他の種では摂氏90度でも生存できたものはいなかった。このことからこの性質が本種において非常に得意的なものであることがわかる。 摂氏90度で保存した場合、最大32ヶ月にわたって生存したものがあり、8ヶ月までは全個体が生存していた。孵化直後の個体についても、このような低温で生存できた。このような低温体制を示すものとして確認されているのは、クマムシ類のレマウッツオティアスベリアネタスと、ハエメ昆虫のカイママイザカストタしかなく、しかもこれらの場合、液体窒素等による、 低温体験時間は、前者で15分、後者では時間のみである。また、これらの動物では、クリプトビオシスという一種の休眠状態でこれを発揮し、その際には凍結保護物質として働くトレハロースを生産するなど、一定時間をかけてその状態になる必要がある。だが、この種の場合、普通の状態から素早く低温にしてもこの能力を示し、 トレハロース生産なども確認されていない。この間に、生理的にこのような変化をする様子もない。また、この動物の生存している状況で、このような低温にさらされる可能性は考えられず、この能力は環境への適応として持っているものではないと考えられる。第二次大戦前の旧学校制度の下で、京都大学理学部の入学試験は、学科別に行われ、その中で、 動物学教室では、人数が少ないこともあり、実物での指問が行われたことがあった。そこでこの種の標本が示されたことがあり、その分類学上の位置を答えることを求められた。宮所ののフでは、具体的に書いてはいないが、正解者はほぼいなかったようである。実際には、標本では、体の収縮も激しく、その構造を理解するのは容易ではなかったらしい。ただ、 この動物では、棒状のエラが、特殊化した構造としてあるが、これを無視すれば、基本的構造は明らかにヒルであり、そのような基本的な体制を見抜くのが、生物分類の基礎力でもある。それを試すテストであったとのことである。ありがとうございます。